良い子の〇〇生活、今回はマリオメーカー2。前回有野さんが作ったコースとは知らずにプレイした濱口さん、クレイジーゾーンや。ドッキリは大成功に終わりました。有野夜って書いてあるぞ。これ嘘、嘘よい子のマリオメーカーで職人生活、破壊神降臨、濱口さんがコース作りに挑戦です。まず地面作らなあかんな。あ、段差ができた。勝手にいいね。え何がいい感じだね。どうしようかな。坂作るか。これ坂作るできんね。坂もできる。あ、こうやってで長押しして丸を出して違う、お尻痛いよそれ。段差が気になりますが、とりあえず伸ばしていきます。おお、上がるね。早速テストプレイ。全然いけん。あなるほど。そう、続いて敵を置いてみることに。お、クッパ行く。うわ、もうこんどうしようもないもんな。うわどうしようもないよ。ほら、いきなりクッパ。うわうわうわあ、こうやってかわしていくんや。これや。これつけんの。これやおるやん。自分で置いたからな。うわおるやん。うわうわうわステージ作ってほしいねんけど。あ、そうか。コース作りを再開。選んだのはコイン。これでコイン置けるわけやな。おもろいやんかいな。いや全然おもろないけど、これこれおもろいの。そんなに置いても届けへんと思うんだけど。こうやってやれんねや。そうやってやれるけど。あがんな、やっぱ破壊神は想像向いてへんな。いや先行き不安の中、まず取り掛かるのは1の1を作りたいな。おお、もうめっちゃ簡単なやつ。破壊神流1の1とは、これをこんなんできるってこと、うん、その面もできるよ。すぐそこやけど。これもできるってこと、うん、いやっ全然思んないな。全然思んないな。改めて坂を引きます。これこれビューっと上に上にビューっと。そんな上がりたくない。今度は下り坂。そう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 、よし、いいね。頂上にレンガブロックを積んでいきます。どうやら完成したようですが、こちらのテーマはできた。山の上にほらうんこあるやん。あ、うんこですか。一生懸命作ろうとしたの。そうや。お気に入りのオブジェを動かす濱口少年。これ坂の下で乗ってくるどうやこれ。どう。あろうことか増殖できた。いいじゃん。何がコピーできたんですか。うんこ。絶対売り出されへんよこんな。おいもうゴールや。テストプレイ。ふわぼっわーちゃとんでもない。うわなんすかそれ。うんこや。うわうんこや。うわうんこや。うんこやーゴール。せっせおもんないな。0点0点ですか。9大点を目指すべくトゲコンボをチョイス。これをうわ怖っ。これ怖いで。
始めた。さらにオートスクロールを追加。よし、どうや。うわうわうわ、うんこ潰された。うわうわうわ、うんこ潰された。うわやめてくれ。うわうわ、うんこ潰された。うわゴール。何がおもろい。続いて気になったのは、これなんや。これキノコ。ここもできるってこと。キノコ地形を頂上に設置。なんかここのキノコからなんか、クリエイティブって難しいな。あ、そうですか。うん、もがく浜口さんが繰り出したのは、やばいな、破壊神がまた土いじり出した。久々に土いじり出したよ。土いじり出したら終われへんよ。考えに考えた結果、こんなクリエイティブが。ここや。なんすか。いや待って。山って書いてんのはなんとなく分かりましたけど。山を削ってできた山。山や。山やな。キノコの山や。あ、キノコの山って意味なの。キノコの山や。インテリア部分ばっか作ってるやんけ。コース作ってくれよ。新たなエリアに着手。ちょっと怖いとこ作っとこうか。え、怖いでこれ。確かに怖そうな狭い足場の連続地帯でしたが、安全策取っとったろうか。優しい。いやもうそれの意味ないやん。安全策や。安全策作ったの。カホゴやわ。もっとこの間に何か入れる。マックンフラワーとかじゃダメな。怖ない。怖がる浜口さんがパックンフラワーの代わりに選んだのは、鶴。鶴何。何ガーデニング始めてんの。何してんの。土いじりに庭いじり、そろそろ本気のマリオいじりをお願いしますよ。体が浮く竜巻。うわうわ、ちょっと飛ぶっていう。うん、あ。怖いな。だからこのこういうのをさ、創造神が救いの手を差し伸べます。うわめっちゃ怖いやんかいな。こんなのもできるっていう。怖。めっちゃ危ないやん。めっちゃ危ないな。かかんで消した。怖い敵は即削除。その代わりにご褒美あげようか。甘いな。よし、ほら、うんこ越えてきたら、マリオにご褒美あげて、しゃ、ここ危ないかな。なんやねん、危ないかなって。さっきから言ってる、それ何。やっぱこうやって見て、あるのもやっぱようできてたな。ちょっといいですか。再び創造神が手を加えます。これをちょっと上げて、あ、2個ぐらい上げるか。ん、キノコの山にのこのこと、クリボーを大量配置。はい、
よっしゃ、いけ、うお、いけ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 、うわあ、どうですか、安全は持てたら全然安全じゃなかった。ようやく面白さが出てきましたが、敵は怖いね。え、あら、敵怖いから、嘘嘘、怖い敵はやっぱり削除。そうでしょ、敵はまだ怖い怖い、敵はまだまだ早いねマリオには。え、マリオもう30年やってるよそして選んだのはなぜかクリボー。これここに置いて、え、ここぐらいでええって動かれへんねんそれ。うん、キノコの山っぽいやんほんまに読みやすくなったな。うん、なんかもうちょっと作りたいなゴール手前に最後の仕掛けを作る破壊神。積み上げられていくレンガブロック、これはもしや、おお、できたよ。一回見たやつやけどこれ、え、何これ、やな、え、おえな、はあ、そういうことか、そういうことやこうなってる感じや、ちゅっとそう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 、あー、なんかそういう風に見えてきたわ見えてきたやろ、やっぱラストにこのな、うん、大きなうんこ越えてゴールや言うてもうたさらにブシん、竜巻を追加。わかるか、こういうことや、これ湯気、湯気や破壊神流1の1が完成。スタート地点から確認してみましょう。まあこれ、これな、山や、坂や、うわ、なやこれ、坂や坂や、山って書いてある、キノコの山やキノコの山やったんやってお客さん言います、うん、さあ滑っていく、うわ、うんこ、あー、やられた忘れてた、忘れてた、ズバー、うんこ潰されるやん、怖いやん、危なー、怖かったご褒美もらえて小銭、小銭ご褒美ここでもらえて、うわー、怖かったなー言って、で最後うんこの風に乗ってゴールよっしゃ1の1ま、楽しみ方は人それぞれ、それがマリオメーカー。あ、管理人浜口さん、このコースのタイトルは何でしょう。おいにぷんぷんコースでカタカナひらがな、カタカナ、カタカナ、おいにで伸ばしてくれ、おいにぷんぷんコースですえ、いいじゃんいいじゃん。わからん。マリオ。マリオ、おいにプンプンコース。マリオメーカーから。さあ、いよいよここからが本題。職人生活のお題を発表。お二人で協力してお客さんに向けた良い子らしいコースを作ってください。うわー、なるほど。良い子らしいって二面あるけど。ゲームに没頭する人と。うん。茶色のバカ作る人と次回良い子の2人でコース作りに挑戦。有野さんは激ムズエリアを制作。うわうわうわ地獄や。浜口さんは気ままにお絵描きタイム。タクシーのおじさんみたいなのえ力を合わせてどんなコースを完成させるのでしょうか。埋まってたロボが動き出したっていう設定どうや